この舞台にね、中村文明さんという人が公演に来てます。この志が公演会で、あ、さっき久保田さんがね、頼まれ事は試され事って紹介してくれましたね。あの言葉を私に教えてくれたのがその中村文明さんという方です。で、その方がここで公演をされてる、加工されてるんですよ。でね、その中村さん、上職の学生にも講演してくれたことあって、まあ、上職の全学生がこうやって集まるわけですよ。で、講演してくれた中村さんの話は本当面白いです。でもね、その時にね、その面白い中村さんの話をね、何人かこんな話聞いても意味ないでしょと思ってる学生がいたんです。で、中村さんはそれに気づきます。もうだからもう完全に心閉じてる状態ね。で、中村さん突然、公演の途中でね、突然こんなこと言い出した。いや、ちょっと話変わるんだけど、もしかしたらねって、もしかしたら今日の僕の話をね、聞いてもね、そんな話聞いても意味がないね、思う人がいるかもしれない。でもね、それはあなたのせいじゃないって言ったんです。あなたが悪いんじゃないって言ったんです。じゃあ誰が悪いんだって話ですよね。皆さんの体って何でできてるんですか。皆さんの体って何でできてるんですか。取り入れたもんですよ、当たり前じゃないですか。食べたものでできてるんですよね。髪の毛一本、爪一本ね、もう先一本もそう、全部食べたもので、取り入れたもので皆さんの体できてます。だから当たり前ですけど、ちゃんとしたものを食べないと体おかしくなりますよ。それは当然のことですね。じゃあ皆さんの心は何でできてますか。同じですよ。皆さんが取り入れたものでできてるんですよ。皆さんが生まれてこの方聞かされた言葉、聞かされた言葉でできてます。じゃあ皆さんの未来は何でできるんですか。皆さんの未来は吐き出す言葉でできるんだって言ったんですよ。で、私ね、袖で中村さんのそれ聞いて、もうおおと思いました。うわ、その通りだ。体は食べたものででき、ね、心は聞かされた言葉ででき、未来は吐き出す言葉でできるんだ、その通りだと思いました。中村さんが言いたかったのはね、大事なのはこれからどんな言葉使うかだ。みんなの未来を明るくする、そんな言葉使え。で、これ言葉って本当、本当ものすごい力持ってますよ。汚い言葉を使う人っているじゃないですか。まあ、汚い言葉、悪口、否定的な言葉ばっかり使う人いるじゃないですか。あ、もうどんどん汚れてきますよ、心が。本当に本当に皆さん思ってる以上に、だ、汚い言葉を使う人の近くには本当は行かない方がいいです。よくない。だって汚い言葉聞かされたら汚くなってきます、心は。でね、私その中村さんの話、その通りだと思ったんですよ。はい、皆さんの心は聞かされた言葉でできてんの。で、中村さんが言ったのはね、だから小さい頃から親やいろんな人に聞かされた言葉で今のみんなの心はできてる。だから今日の話聞いてもね、こんな話意味がないって思ったとしても、それは聞かされた言葉が良くなかったんだ。だからといって親を恨むなって言うんですよ。もし親にね、良くない言葉をいっぱい言われてきたって言うんであればだよ、お前はダメな人間だ。もしもだよ、親に、親や先生や友達にそんな言葉言われたら、そりゃ心だってね、折れます。それこそ折れますよ。そんな言葉言われてきたっていう人いるかもしれないって、そのせいでどうせ俺はって思ってる人いるかもしれない。でも親を恨むんじゃねえぞって、親もそういう言葉で育ったのかもしれない。でも未来は皆さんがこれから使う言葉でできるんだから、言葉気をつけろ。そんな話を講演でしてくれたので、私本当その通りだと思ったんですよ。でもね、翌日学校に行って授業があったんですよ。そこで昨日の中村さんのあの話、大事なちょっと補足がある、補足をしました。中村さんは、皆さんの心は聞かされた言葉でできてる言いましたよねって、その通りだと思いますよ。じゃあ考えてみてください。皆さんが今まで聞かされた言葉、誰の言葉が一番多いですか。誰の言葉が一番多いですか。例えば親ですか。親、じいちゃん、ばあちゃん、先生、
友達誰ですか、一番聞かされたの。皆さんがね、今日ね、1歳2歳の赤ちゃんだったらまあ親かなって思いますよ。一番聞かされてる言葉はまあじいちゃんばあちゃんとかね、家族だったりするんじゃないんですか、1歳2歳なら。でももう皆さん20年近く生きてるんですよね。皆さんが今までの人生で一番圧倒的に多く聞かされた言葉は親じゃないですよ、じいちゃんばあちゃんじゃないですよ、友達なわけがない、先生なわけがない、自分の言葉です。自分の言葉でしょ、一番聞かされたの。自分が喋った言葉全部自分聞いてますよ、当たり前ですけど。さらに言葉になんか出さなくたって心で思ってる言葉全部聞いてますよ、自分は。その言葉で自分ができてるんです、心ができてるんです。だから皆さんのその心自分で作ったんです。もちろんきっかけは分かんないよ、きっかけは誰かに言われた言葉が最初きっかけかもしれない。まあ、例えばじゃあ親に、お前はダメなやつだ、こんな言葉を親に言われたらね、それはね一生覚えてるみたいな、そんなことになっちゃうかもしれない。でもね、そのたった一回親が言った言葉をその後誰が繰り返し繰り返し、どうせ俺は、どうせ私は、言ったの誰ですか。自分ですよ、自分でね。ここが大事なのは、いい、だから自分の心を作ったのは自分だってことです。だとすれば、だから自分が悪いって言ってんじゃないんですよ、違うんですよ。自分が作ったその心は自分で変えられるでしょうってことなんですよ。自分次第で何とも何でしょうがって、18年9年ね、20年かけて作ってきたその心は、まあね、ちょっとね、1日2日じゃ無理だわ、さすがに。でもね、1年もあったらかなり変わるよ、1年もあったらかなり変わる。このね、学校にいる間にその心はかなり変わる。で、私それ確信持ってるのはね、上ちょびにいろんな学生が入学してきました、過去。それこそね、もう入学してきた頃はね、もう本当こんな感じだよ、こんな感じだよ、もう常にこんな感じ、もう下しか見てない、床しか見てないみたいなね、こんな感じで、もう私みたいな人はみたいなね、そんな学生が卒業式でだよ、卒業生代表で答辞を述べるんですよ。入ってきた時と卒業していく時もう別人、完全に入れ替わってます、心。そんな人いるんですよ、自分で変えたんですよ。思ったようになるってそういうことです。